26歳弱候補、同じ難易度にも上位と下位が存在する場合がほとんどである。今回は視聴者にアンケートを問い、その中の最弱譜面を10選紹介していきたいと思います。また難易度の感性は人によって大きく異なる、使用している指の違いや PS にも大きく影響する。なので一つの指標にしていただけると幸いです。この動画で紹介されてない簡単だと思う曲もぜひコメントしてください。難しい曲もありますので、そちらもぜひ。26最弱譜面、脱法ロック。視聴者意見は、トリルや連打もあまりなく緩やかなスライドが結構あるため、まあ比較的ノーツを叩かなくていいので結構楽な譜面なのではないかという意見が一番多かったですね。個人的にというか、まあ視聴者も結構多かったんですけど、エキスパートでも結構最弱譜面の方なんじゃないかなという意見が多かったです。一番弱いんじゃないかな。視聴者が選ぶ簡単な26レベル王道、視聴者の意見はたくさんの投票が結構あったんですけど、ベノムとほとんど一緒ぐらいという意見が多かったですね。また26入門編って感じで、フィクサーローワーと比べてしまうとやはりちょっとそっちの方が難しいので、そこに比べたら結構楽だという意見がありました。まあ、ほとんどの人がね、難所がなく一発で振り込んできたという意見が多かったです。視聴者が選ぶ簡単な26譜面、オルタエゴ。これは結構ね、賛否両論ですね。ノート数は多いんだけど、一見難しいように見えて、スライドが結構多用されてるため、そんな難しくないという意見もあれば、途中で譜面の感覚が空くところがあって、初見フルコンを逃してしまったという意見もありました。やっぱノート数が多いのと、曲が結構長いんで、まあ、簡単かって言われると結構難しいっていう意見もあって、結構これは人によっては難しいと思います。26で簡単な譜面、千本桜。視聴者意見は、まあ、結構これ25から26に表記が変わってるんですけど、1回、まあ、それに対する意見が一番多くて、まあ、25、26に変わったのは妥当。千本坂が修正された当時はエキスパートでも1000コンボを超える26の譜面はあまりなかったため、納得はいったけど、今譜面インフレもして結構落曲時間も長くてノツ数も多いので、まあ、今は25でいいんじゃないかなという意見が結構多かったです。視聴者が選ぶ26で簡単な曲、ステラ。視聴者の意見は、26ではまあ他の曲に比べれば所々難所はあるけど、やっぱポジティブとかハイローとかに比べても結構楽、なんなら25の流星の方が難しいという意見が結構多かったですね。まあ初期の頃からやってる人は分かると思うんですけど、まあ、ステラとテルヨは26入門編だったという意見がありました。25から26に上がる際の人はぜひステラからやってみてください。視聴者が選ぶ26で簡単な曲、テルユアワールド。この曲が一番賛否両論で、簡単という人もいれば、エビ同様でどっかでやっぱ抜けてしまうという意見もありました。視聴者の意見で、マスター26はテルユア基準で考えられていると思う。ノーツ数も地味に多く、スライドが結構特殊で、取りにくい人は取りにくいと思うという意見もあれば、やっぱマスターで一番最初にフルコンしたのテルユアですという意見が多かったですね。26で簡単な譜面、レイ。視聴者の意見は、26マスターはどこかしら取りにくい場所があるけど、レイとかは普通に全然難所もなくて取りやすいという意見が一番多かったですね。マスターの中では多分26最弱候補で、ワースト3には入ってくるくらい簡単ですという意見がありました。ロングの都合のフリックがすごい抜けやすいという意見もあって、25クラスでないけど他の26に比べたらやっぱ少し楽に思えてしまうという意見が多かったです。視聴者が選ぶ26で簡単な曲、心拍数。視聴者の意見は、26最弱候補、ノートの少なさから結構楽なので25でいいと思うという意見も結構ありましたが、これに対して結構多かった意見は、 AP 難易度は結構難しいから、まあ、26が妥当なんじゃないかなっていう意見があって、AP 難易度は26、クリア難易度は25という意見が一番多かったですね。他の紹介した曲と比べてもやっぱ同時押しやノーツがあるので、ちょっと難しい方に入るのかな。視聴者が選ぶ簡単な曲、奏と思う空。視聴者の意見は、全体的に楽だと思う。楽な譜面に共通しているところは結構スライドが対応されているが、この曲もそれに当てはまるという意見が一番多かったですね。エキスパート上位のポジダンとかに比べてもやっぱ難しくはないという意見がありました。一番びっくりしたのは、この曲の名称ってモスラって言うんですよ。奏でともす空からモスラにとってモスラって言うんですけど、モスラって何っていうコメントが一番多くて、あ、今の子たちって結構プロセカ始めた子たちってモスラって知らないんだっていうのが一番驚きでした。この曲の名称はモスラです。視聴者が選ぶ26で簡単な曲、自称無職。マスター最弱譜面候補、いや最弱かもしれないという意見が一番多かったですね。ノート数もそこまで多くなく、エンビーのように癖の強い譜面もないため、フルコンボも結構簡単でしたという意見が一番多かったと思います。またテルユア同様、初フルコンボ&初 AP の報告も多数あって、結構簡単なので一番最初にマスターで26フルコンボおすすめですという意見が一番ありました。みんなぜひこれを最初にやってみてください。